はい、皆さんこんにちは。井川直輔です。ちょっと顔を出してみました。はい、今日からですね、私今まで、コールセンターのスーパーバイザーっていうことを、言ってたんですが、ちょっとそれやめます。はい、ストリートインストラクターとして、下手の横好きでですね、皆さんに、アクセス、エクセルをですね、レクチャーできたらいいなというふうに思っております。はい、で、このチャンネルなんですけど、前にね、筋トレだとか、スモークチキンとかって言いましたけど、やめます。アクセスとエクセル訓練でいきたいというふうに思っております。まあ、競馬はちょっと被ることがあるからやるかもしれないですけど、毎回毎回ね、コメントをくれる、視聴者様とです、視聴者様ですとか、チャンネル登録数やね、視聴回数が多いのがね、いいチャンネルじゃないんだよみたいなことをね、言われますとね、本当に私、もう泣けてくるような嬉しさでございましたので、ちょっとやっていきたいと思います。はい、で今日はこれです。これ、はい、1対1のリレーションの、追加をやっていきたいと思います。質問いただいたので、早速レクチャーしていきたいと思いますので、私の顔は今はここまで。ではパソコンの方に移りますので、ご視聴お願いします。はい、それでは早速やっていきたいと思います。前回紹介しました、社員の、名簿は1対1のリレーションで、管理しましょうということで、動画を上げまして、ご視聴者様、勘太郎さんからですね、勘太郎さんにいいでしょうか、質問が来まして、レコードを追加することができませんということで、質問をいただいております。で、ちょっとまず見ていただきたいのは、もうなんかね、答えをっていうか、答えるのが遅くなってもできちゃってるかもしれませんが、私は、この社員住所録、これを親玉として、これを子分にしております。このリレーションの使い方でやっております。つまり、どういうエラーが出るのかというと、例えば、この社員入社日に関しまして、追加したまんまですね。ちょっと、ここ削除しますね。よいしょ。はい、例えば、社員入社日のここの A の6に、ここだけに、レコードを足そうと思っても足せないはずなんですよ。というふうに。要はこれどういうエラーが返ってきてるかっていうと、親玉たる社員住所録に社員が入力されていないのに、社員入社日、ね、そんな、ことはありえないでしょう。つまり、なんて言いますか、本当に、住所録のところに載ってないので、このテーブルには社員を増やすことができませんというふうに言ってるんですね。うん、そりゃそうですよね。ここのところで、住所、学歴とか名前とかがあって、ここに社員が初めて実在して入社日があって、配属があるっていうわけのことな、配属があるっていうことなので、これはできません。じゃあ、どうやって社員を、追加していくのかと、いうことになりますと、ここにちょっと即興で作ったんですけど、全部名前は、大学は立教大学、住所は埼玉県、そして名前は、ビゼの2から10までにしました。もうちょっと名前考えるのがちょっとわっと思いが浮かばなくて。で、住所録、誕生日も全部一緒にしてます。で、社員配属も、このようにしております。じゃあ、どうやって追加するのかっていうと、ここを見てください、ここ。追加クエリというものを作っております。はい。で、入力フォームというのを作っております。例えば、今みたいに、社員がいっぺんに来た場合は、このクエリから追加というのをクリックしてみてください。そうして、はい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 、と、はい、と、はい、と、行くと、これで完了になってます。じゃあ、どういうふうになってるのか見てみましょう。はい。ここに、ビゼ2から10まで、社員の方もこのように、そして配属の方もこのように、追加になっております。はい、で、
当然これはリレーションを組まれているので、7から15まで、消そうとすると、はい、消えますと、はい、入社日も消えましたし、はい、配属も消えました。よいしょ。じゃあもう一回、はい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 とはいとはい、どうでしょうかね皆さん。Excel なんかで追加するよりも全然楽だと思いますね。この追加クエリっていうのは素晴らしい技でして、1000件だろうが、パソコンのスペックにもよるんでしょうが、テーブルにレコードを追加することなんていうのはあっという間にできます。で、やり方も超簡単。よいしょ。ここの、イベントプロシージャーの ところで、何をやってるかっていうと、do コマンド、オープンクエリー、クエリーを実行しなさい、追加の、社員住所録と、社員入社日、社員配属というのを、追加しなさいよというふうになっております。この VBA に、アレルギーっていうかね、俺は分かんないよっていう人はもうやってみるしかないんですけど、もう簡単です。アクセスは Excel よりもVBA っていうのはそんなに難しくないですね。はい、do コマンド、オープンクエリ、do コマンド、やってね、オープンクエリ、クエリ開いてよ、何を、追加クエリよっていう風になって、ここのあれをやってます。で、ここで一個重要なのが、何が重要かっていうと、VBA っていうのは上から順番に処理していきます。この順番を守らないとダメです。社員住所録に関して先にデータを追加する。こことここは順番がテレンコになっても構わないですけど、一発目に追加するのは、社員住所録というふうになってます。じゃあ、あまりにもね、社員が、少ない場合は、いちいちなやってらんないから入力フォームでやろうというふうにした場合にこういうふうにできます。例えば、学歴、私に聞きましょうか。日本大学、日本大学、住所、札幌、名前、井川直輔、生年月日、いやーもう1971年だからね、もういいおっさんですわな、本当に参っちゃったな。なんかいいことないですかね皆さん。で、入社日が、知らん。ここは適当には入れないから。はいと。で、部署は、関西第2みたいな感じでね、入れて、あとはレコードの保存もしてあげると。そうすると、住所録の方に、はい、日本大学、井川直輔っていうのが、追加されていますよと。ここも追加されますよと。これ僕ですね、1月26日なんで。で、確認した場合は、ここのプラスのマークをやると、日本大学札幌、井川直輔というふうに出てくると。同じく社員の方も一緒ということになります。はい。疑問は解決されましたでしょうかね。このファイルもまたアップしておきますので、どうぞダウンロード、してみてください。はい、では、今日は、初の顔出し動画となりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、決め台詞、つけてやっていきたいと思います。決め台詞は何か、あなたのハートにアクセスしたい。はい、ストリートインストラクター井川直輔が、お送りしました。ぜひ ご興味のある方はチャンネル登録のほどお願いいたします。はい、またコメント等ございましたら、質問等ございましたら、弱小チャンネルではございますがですね、皆さんの質問に本当に答えていきたいと思いますので、どうぞコメント等もお待ちしております。高評価などいただきますと、勝手にモチベーション上がりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では、次回はですね、 Excel の、相対参照と絶対参照についてお会いをしたいと思います。今週末までには、
アップできるかなっていう感じですね。はい、じゃあご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。